そうですね、なんか動画でなんかいつしかなんかやるようになってて、これをやったらやっぱりこう映画館でもあれあれってこうヒカキンじゃねっていうのをやっぱり一発で分かっていただきたくやってしまいました。まあやっぱりでもなんかこう動画でもこうクッて変顔とかするとちょっとなんか小動物っぽいとかなんか人間っぽくないみたいなこと言われるんで、人間っぽくならないように、かつでもいつもの自分の良いところをあんまりビビらずに思いっきり出すということに徹しました。はい、いやもういかにいつもよりもさらにいい変顔をするというか、ここ二重にそれに合わせてこれ書いていただいたんですよ。なので変顔をまずした状態の線を出した状態でまず下書きさせてくださいって言われて、その顔を再現しないとこのメイクがパワーを発揮しないということで思いっきりやりました。そうですね、まあでも本当にやっぱり役者さんのすごい、こう普段動画撮ってる時には感じない空気感とかそういう緊張感はしっかりと感じながら、まあ実際カメラが回って止まるまでは短いんですけど、そこはもう目絶対まばたきしないとかもう本当息止めるぐらい集中して挑んでるつもりです。いや初めてお会いさせていただいたんですが、すごく柔らかく、なんか全然思ったようにやっていいからくらいの感じで優しくて、なんかやりやすく優しく接していただいて、ちょっとなんかもっとなんかすごいなんていうんですかね、緊張感あるのかなと思ってたんですけど、すごく優しい方でした。そうですね、でもやっぱりこう、やっぱりヒカキンって分かるくらいのこのメイクなので、まあこう人間っぽく浮かないようにそこだけはこう人間っぽい動きをしないでっていうことだけは言われました。はい、だからまあ思い切ってやらないとちょっと、はい、人間らしさが出てしまうかなと思って、盛り上がるシーンとかはいろいろ悩んだんですけど、人間っぽくないと思います。はい、妖怪、そうですね、妖怪二重顎ネズミですかねまあこのちょっとネズミっぽいと言われるんで、はい、夏の暑さは妖怪たちが吹き飛ばす。食べちゃうぞ。映画館で愉快な妖怪たちと肝試し、妖怪大戦争ガーディアンズ。